ソフトバンク3 g の機種である 905SH ソフトバンク3 g は携帯電話キャリアであるソフトバンクがソフトバンクブランドで提供する 2GHz 帯、900MHz 帯を使用した第3世代動通信システムサービス及びそのサービスに対応した端末を指す通称 S3G 旧称はボーダホン 3G もともとボーダフォン日本法人は第三世代携帯電話サービスを日本国外との国際ローミングが可能なことを全面に出したボーダフォングローバルスタンダードの名で2002年にスタートさせたが加入者が伸びずパケット定額制など新サービスを始めるのを機に2004年12月に名称をボーダフォン3 g に変更したボーダフォンから ソフトバンクモバイルへの社名変更により、2006年10月1日に、現在の名称に変更した。2019年12月3日より、社マイナス2のセキュリティ暗号化に対応せず、社マイナス1までにしか対応していない端末を、中心に、ネットワーク自動調整ができなくなる、と旧来の 3G 対応の携帯及びスマートフォンの機種の機能の一部が使用できなくなった。 これは、インターネット通信のセキュリティ強化など、ネットワーク構成の更新、改善によって、これらの機種が対応できないためである。使用できなくなる機能として、GPS、S、メール、ワンセグ、カメラの起動、時刻自動調整などがある。従来の機種は、通信方式に、日本独自の PDC 方式が使われていたため、日本国外で使用することができなかった。 そこで、内外両方で使用できるように、欧米をはじめとしたほとんどの国で主流となっている、第二世代移動通信システム、GSM と、NTT ドコモと、ノキアエリクソン、シーメンスなどヨーロッパの機器メーカーとの共同開発による、第三世代移動通信システム、WCDM への両通信方式に対応させたものである。 同じ WCDMA 方式である NTT、ドコモのフォーマに遅れること1年強を経過した2002年12月20日に、ボーダホングローバル、スタンダードとしてサービスが開始された。これは、フォーマより新しい WCDMA の国際標準規格リリース4に使用を合わせたためである。当初の予定では2001年12月に 3G サービスを予定していた。 最初に発売された 3G 端末は試験的な意味合いが強く電話とショートメッセージが送受信できるのみで販売店も限られていたが2003年12月1日に発売された V801SA は写し、メール、ボーダホンライブなどに対応した。しかしその後発売された V801SH ともども 着歌などの機能を全面に押し出すも、それ以外の性能が PDC ハイエンド機よりをとっている、使えるエリアが狭い、電池の持ち時間が短いといった初期のフォーマと同じ、問題が山積みであったため、契約者数は伸び悩んでいた。一方、国内向け機種とは別に、海外ローミング専用端末として、GSM 方式のモトローラ V66 を安価に提供し、料金面では、 グローバルコールプランを導入し、海外渡航者へアピールした。この施策は一定の成果を上げたが、3G サービスであるはずの VGS で、GSM 海外ローミングのみの利用者が増えるという、矛盾もはらんでいた。2004年12月に、ボーダフォン 3G にサービス名を変更するに伴い、メール機能や、ボーダフォンライブのファイルサイズ拡張などが行われた、新シリーズボーダフォン900に、 800に、700に、シリーズを投入。合わせて、パケット定額制プラン、パケットフリーの運用もスタート。これらにより、3G で先行する2社への巻き返しを図った。しかし、端末を海外と共通化したことにより、ユーザーインターフェースの変更、機能不足、対応サイトやコンテンツの少なさなどに対する不満の、声が大きく、 また致命的な不具合を抱えた機種が多かったことなどから利用者の離反を招いた2005年後半からは上記の欠点を克服した新機種の投入や各種定額制サービスの導入により再度の巻き返しを図った2005年7月25日から MVNO による法人向け VPN アクセス回線限定ながら ボーダホン 3G 回線を利用した定額料金での PC 当該部接続が日本通信より提供開始された。ボーダホン時代は主力サービスであるはずの 3G ユーザー数増加は遅れていた。しかしボーダホンからソフトバンクとなり様々なサービスを打ち出したことに加え2007年度いっぱいで 2G の新規契約受付を終了したこと、MNP での達者からソフトバンクへの転入は 3G に限って認める等の 3G 誘導策を強化したことにより 2G から 3G への移行が順調に進むようになった。2007年8月に契約者数が1000万件を突破し2009年2月末の段階では全 ソフトバンクモバイルユーザーに占める割合も全体の9割近くに達した。そして2008年7月3日の報道向け発表で2010年4月以降、3G とそれ以降の世代のサービスに一本化することを明らかにし実施された。ソフトバンク 3G は携帯電話通信方式の世界標準の一つである WCDMA を採用した。 携帯電話端末であり、ソフトバンク6から2などの PDC 方式の端末と比較して以下の特徴がある。ソフトバンク 3G の端末は、ハイエンドの9シリーズ、ミドルレンジの8シリーズ、ローエンドの7シリーズ、スマートフォンの X シリーズ、データ通信端末の C シリーズに分けられている。このシリーズ名は、端末型番の数字部分の100の位を示す。 2007年以降、7シリーズは縮小され、新機種は9シリーズや8シリーズに絞られている。ソフトバンクモバイルにブランド変更して以降、社長である孫正義が薄型端末に力を入れると宣言し、2006年冬、モデルの 708SC は WCDMA 通信方式の携帯電話では世界最薄であった。また、 これ以降の端末は発表時期ごとに一つのコンセプトにまとめて発表されている。3G 端末を回線契約と関係づけるために U セームカードを使用するがソフトバンク専用のソフトバンク 3G U セームカードのみ利用可能となっている。他のキャリアと同じくソフトバンク 3G 端末にシムロックがかかっているため他のキャリアのシムカードは使用できない。 また、ソフトバンクは、アクセスポイントを公開していないため、ソフトバンク 3G 以外の W、CDMA 端末では、Web や MMS を利用できない。ソフトバンク 3G の Yahoo 携帯のコンテンツ、記述言語は、従来の MML ではなく、XHTML ベースの WAP2.0 に、準拠している。また、日本国内の他キャリアに比べ、Bluetooth に、 標準で対応した端末が多い反面、他キャリアのハイエンドモデルではほぼ標準搭載となっている GPS が搭載されていない、ハイエンド端末が少なからずある。ボーダフォン司会者時代の2004年から発売された900に、800に、700にシリーズでは、操作性とユーザーインターフェースが全機種ほぼ統一されていた。ボーダフォンの国際統一展開戦略と西欧流の 考え方の UI を反映しての措置であるが、従来のメーカーごとに操作体系が統一されていた、日本流の考え方の UI が便利で使いやすいとの、不評の声も一部にあった。特に一部の機種では、MMS を受信した、際の受信日時が、相手側が、メールサーバーに送った時刻ではなく、時期で受信した日時が表示される設計になっており、 県外から回復したユーザーを混乱させる原因となっていた。この反省から2005年の903、703シリーズ以降のソフトバンク 3G 機種では日本式の UI を再現しているがブランド変更を経た現在でもかつての日本式 UI と違う点は残っている。従来のボーダフォン 2G 機種の機能であり QJ フォン時代からの特色ある機能だった。 ステーションやスカイメールが利用できないことに不満を持つユーザーも少なくない。なお、X シリーズを除き、公式コンテンツ以外でのトランザクションあたりの、送受信容量は300キロバイトに制限されており、同じく公式コンテンツ以外の、ストリーミングコンテンツにも対応していない。ソフトバンク 3G の利用者は、国際ローミングサービスの利用で、ローミングアウトし、 他国の提携事業者網でソフトバンク 3G 端末を使うことができる。その反対にボーダーフォンなど他国提携事業者の契約者はソフトバンク 3G 網へローミングインして携帯電話機を利用できる。日本国内の他キャリアでは同じ WCDMA 方式の通信技術を採用した NTT ドコモのフォーマがローミングアウト、ローミングインともに 同様のサービスを提供している。ソフトバンク 3G の端末は一部機種を除き GSM 方式にも対応しているため GSM 方式を採用している国での国際ローミングを利用できる。ただし国際ローミングで利用中の場合には日本と異なり着信にも通話料がかかる。なお GSM 方式を採用していない韓国でも 2005年6月7日から SK テレコムと定携指導者の WCDMA モーにローミングしてソフトバンク 3G の携帯を使用することができるようになった。LTE の普及により2024年1月下旬に 3G サービスを終了することが2019年12月6日に発表された。3G で契約可能な通常契約の料金プランは スマホ代が同年9月12日に新規受付を終了したのを最後に消滅し、事実上同日をもって 3G サービス自体の新規受付も終了となった。シンプルスタイルや特殊端末の各専用プランも同年11月12日に新規受付を終了している。給料金、プランボーダフォン時代からの料金プランであり、 現在は契約の受付を終了している。データバリューパックデータ通信専用の契約プラン。ボーダフォン時代からの料金プランであるが、2019年9月12日まで新規契約できた。定額ではないものの、日本国内の携帯電話網による重量性のデータ通信プランとしては、多量のデータを扱う場合においては、コストパフォーマンスが高いとする評価がある。 データカード端末 v c 7 0 1 s i や c 0 1 s i での利用を想定しているが、優勢務を差し替えることで、音声端末での利用も可能。新料金プラン2006年10月26日より、オレンジプラン、ブループランが用意された。au と NTT ドコモの料金プランよりも200円安くした3つのプランが用意された。詳細は、オレンジプラン。 ブループランを参照。オレンジプランシンプルオレンジ新スーパーボーナス加入と同時に申し込み可能。ただし月付き割は適用されない。ブループランブループランバリューは新スーパーボーナスの加入と同時に申し込み可能で、上記の基本使用料より税込み1680円割引される。ただし月付き割は適用されない。ゴールドプランゴールドプランホワイトプランホワイトプラン,プランスマ。 放題スマホ代パケット通信料料金プランについては PDC でも利用できるため、ここでは 3G で適用されるパケット通信料についてのみまとめる。詳細は、それぞれのページを参照のこと。新プランは、ホワイトプラン、オレンジプラン、ブループラン、ブループランバリュー、ゴールドプラン、スマホ代。旧プランは、ボーダフォン時代から提供されている料金プラン。また、 料金はすべて税込み、または税抜きの価格。現在はホワイトプランがあるじになっているが、2015年時点での 3G での新規契約は、スマホ代加入を前提とした端末代金及び月々割の設定がなされている。2ヘルツ帯1 5ヘルツ帯を使用する。従来の PDC とは互換性がないため、サービス開始当初は、 首都圏及び全国主要都市に限られていた上、サービスエリア内でも電波状況が悪く、当時の VGS の宣伝文句から世界で使えて自宅が圏外などと揶揄する声もあった。ボーダーフォンはエリア拡大を最優先とするため、PDC の基地局に併設する形で基地局を設置し、一時は WCDMA で先行したフォーマーより多い基地局。 高い人口カバー率を誇っていた。しかし、フォーマと同様に直進性の高い2ヘルツ帯を使用しており、屋内や地下などでの電波状況はかんばしくなく、不満の声は今も多い。そのため、2005年2月より、ネットワーク構築プロジェクト B3P がスタートし、サービスエリア拡大や、サービスエリア内の通信品質向上を続けている。すでに、 ソフトバンクモバイルの 2G は基地局の新規設置及びサービスは停止していることから場所によっては 2G より良い場合もある2006年3月現在の 3G の人口カバー率は99.93%となり PDC の99.9%を上回った2012年7月25日にソフトバンクモバイルが 新規に獲得した 900MHz 帯の一部を利用し、ドコモのフォーマプラスエリアに類似したサービスである、プラチナバンドを開始した。なお、プラチナバンドは、フォーマプラスエリアが開始されたことで、電波品質が向上したドコモと同様に、電波品質の向上を目的にサービスが行われている。2006年5月10日、ソフトバンク2006年3月期、 決算説明会において4つのコミットメントの一つとして2006年度末までに 3G 基地局を現状の2万1000局から2倍以上となる4万6000局まで増やす目標が発表されたこの目標はドコモが6年度末に目指していた基地局数4万5000局を超えることを意図していたしかし ドコモが2006年度末に基地局数4万6000局を達成する一方でソフトバンクは2006年11月に数ヶ月遅れる見込みであることを公表し4万6000局達成宣言は2007年8月にずれ込んだその後2007年11月26日孫社長は記者団に対して 3G 基地局数を来年度中に5万数千の 上の方にしたいと語った。なお、2007年7月以降にソフトバンクが公表する基地局数は、総務省総合通信基盤局の無線局情報検索より得られる基地局面虚数を集計した結果と大きく異なっている。このことからソフトバンクによる基地局の定義の変遷をめぐって論議を呼んでいた。ところが、 2008年3月19日付のソフトバンクモバイル副社長松本鉄三のブログにおいてソフトバンクの基地局数は中継局を含んでおりこの数をドコモの基地局数と比べることは全くナンセンスですと言明され議論に決着がついたなお宮川純一 CTO も日経トレンディネット2008年4月24日図形インタビュー記事 本音を聞き出せ。石川筒つつの携帯、ここだけの話において、同種子の発言をしている。2010年3月28日、電波改善宣言を発表し、以前にも増して、サービスエリアの拡充の姿勢を見せている。2006年10月14日よりサービスを開始。HSDPA とハスーパーを利用した、最大受信1 4 4ガ b p s 送信 5.76Mbps のデータ、通信サービス。詳細は、3G ハイスピードを参照ソフトバンクの端末一覧を参照。いわゆるテレビ電話。VGS 初期の一部機種を除くほとんどの機種で利用、可能。フォーマや AU、海外事業者の WCDMA 端末とも、相互に通話が可能。世界対応形態は、 国内専用機種以外なら、海外でも、番号を変えずに利用可能。2007年9月3日、現在、通話は177の国や地域、SMS は177の国や地域、MMSWeb は106の国や地域、モバイルデータ通信は104の国や地域、t b コールは34の国や地域で、ローミングが可能となっている。なお、GSM について、 現在発売されているほとんどの端末はトライバンドに対応しているのみであるために GSM850MHz 帯のエリアで利用する場合は 705NK のようなクワッドバンドに対応した端末が必要。ローミングサービスが提供された当初に発売された VN701 や Nokia 6650では GSM についてデュアルモードに対応するのみであった。 以前から一部機種は日本国内専用であったが2007年以降はその数が多めになっている。また2008年夏モデルから W-CDMA ローミングのみ対応の音声端末も登場している。2009年夏モデルより Nokia および X シリーズ以外で GSM850MHz よび アンツ 850MHz 対応の端末が一部登場している。SGPS ナビは端末に GPS を内蔵し、目的地までの道案内を行うサービス。2005年10月に初の対応機種 903T を発売し、サービスが開始された。対応機種、対応エリアなら海外でも利用できる。なお、総務省が策定した。 緊急通報一通知機能は 904T 以降から対応している。S ・フェリーカは非接触型 IC カード規格であるフィライカイクチップを携帯電話に内蔵したものであり、そのサービス名称。IC チップを搭載した携帯電話をドコモや au と同様にお財布携帯と呼ぶ。2005年11月に 703SHF を発売して、 サービスが開始した。他社携帯電話に送信したメールの絵文字をソフトバンクのサーバーで他社の絵文字に自動変換してくれるサービス。特別な操作や申し込みはなくソフトバンクユーザー同士でメールをやり取りする感覚で絵文字を送信できる。すべての絵文字には対応せず他社に該当する絵文字がない場合は文字またはと表示される。 802SE VGS 端末は未対応。メールアートは V3G の一部機種に搭載された機能。文字の色やサイズ、背景色を変えたり、画像やメロディを挿入するなど、メールで多彩なアレンジを楽しめる。3G 以外の V6、V5、V4、V3 シリーズ及び他社携帯電話で受信した場合は、添付ファイル扱いとなる。 ソフトバンク 91X-81X シリーズより自由度の高まったデコレメールという機能が実装されている。デル文字表示は受信メールの中に含まれる絵文字や顔文字に反応し 3D アニメーションで表示する機能。他社携帯電話や PC から送られたメールでも利用可能。S 電話帳バックアップは 端末内の電話帳データを専用ネットワークサーバーにバックアップしたり端末に書き戻したりする機能。利用料は月額105円で端末とサーバー間での電話帳データの送受信は対応機種のみ利用可能。迷惑メール対策への利用やパソコンのウェブブラウザからサーバー内の電話帳情報を編集することもできる。S 番組プレイヤー S 速報ニュースは リアルタイムでニュースなどの情報を画面にテロップで表示する。情報量は無料だがパケット料金は発生する。対応機種はソフトバンク 91X シリーズ、81X シリーズ。S 一斉トークはトランシーバー感覚で話すことができるサービス。なお、最大11人まで可能。2007年3月現在は試験サービスで無料であったが、 2007年9月以降は、月額210円の利用料がかかる。対応機種は 811t、812sh、813t、813sh、910sh、911t、911sh、814sh、815sh、912sh、913sh、 S アプリは 1MB の大容量ゲーム等ができるが、ソフトバンク6から2とは、実行環境が変わったため、一部の買いアプリを利用することができなくなっている。804SH、904SH、フルファーゼに、923SH 及び 930SH、931SH は6軸、モーションコントロールセンサーに対応。PDC 時代には、 テレビ搭載機を出していたが、ワンセグ対応機では後発。S3G の対応機種でのみ利用可能。通信量はかからない。なお、一時期ワンセグ対応機の多くはその代償として、国際ローミングができなくなっていた。対応機種で利用可能。ただしこれは、端末のキーロックに対する機能であり、IC カードのロック機能は、これとは別である。 地下チャットは Bluetooth を利用してチャットができるプリーインストール S アプリ。705NK にも搭載されているが、この機種の PC サイトブラウザはパケットし放題などのパケット定額制の対象外。S 情報チャンネルは S キャスト対応機種及び S 情報チャンネル対応機で利用できる。夜間早朝にニュースコンテンツを配信。また、 お天気アイコン対応機種では、待ち受け画面にお天気アイコンが表示できる。ダブルナンバーは2つの電話番号とメールアドレスが使えるサービス。NTT ドコモのツインワンに相当するが、B モードで使用するメールなどの操作が A モードと異なるツインワンに対し、後発であるダブルナンバーは B モードで使用する機能を A モードと同様に操作できるよう改良されている。 ただし、ダブルナンバーは、対応機種が一部メーカーのハイエンド端末に限定されている。キデコ携帯本体の保証サービス。安心保証パックを参照。S キャストは、雑誌感覚で読める、最大1メガバイトの大容量コンテンツを夜間に配信。2007年9月28日付で廃止。 パケット通信料を含め、利用料は、月額315円。またお天気アイコンが利用できる。対応機種は 904t、804n、904sh、905sh、705sh、705t。その他、ソフトバンク 91x シリーズ、81x シリーズ、705n、706n。合計は、 S, S 情報チャンネル S 携帯動画は大容量コンテンツをパソコンから外部メモリにダウンロードし携帯電話で認証キーの発行を受けることでコンテンツ再生が可能なサービス2007年9月30日付で廃止 802N 703N 812T VGS 端末は未対応 S タウンは架空の街で コミュニケーションが楽しめるサービス。2009年9月30日まで提供。周辺エリア情報は、現在地周辺の公共交通機関、金融機関、飲食店等を検索できるサービス。2008年3月31日付で廃止。ソフトバンクワイヤレスアシスタントは PC で管理している、メール、予定表。 アドレス帳等を端末で自動受信できるサービス。2008年10月31日付で廃止。対応機種は90 T、904T、804NK、Nokia N71、803T、705NK、Nokia N73、702回、Nokia 6680月額315円。 ソフトバンクアフターサービスは2006年10月25日付で受付終了。後継はスーパー安心パック。アップグレード割引セーフティー、リレーサービスワイド、メンテナンスサービス毎月140円相当のポイントプレゼント詳細はソフトバンクアフターサービスを参照月額498円。 スーパー安心パックは2007年9月30日付で受付終了。後継は安心保証パック。アップグレード割引セーフティー、リレーサービスワイド、メンテナンスサービス毎月105円相当のポイントを、プレゼント電池パック無料サービス解除後、半年は再入会付加。詳細はスーパー安心パックを参照ヤフーモコアヤフーメールと、 ヤフーメッセンジャーが一つになったアプリ。ありがとうございます。